小春立夏のわかりみサイエンス基礎統計学。統計学の回帰分析の回帰って何かしら。回帰分析に関してはわかりみサイエンスでたくさんの動画を配信してきました。単回帰分析における検出力分析シリーズ、重回帰における AAIC とステップワイズ法シリーズ、ゆずきゆかりの R で回帰分析シリーズ。回帰分析の回帰という言葉はどこから来たのでしょうか。まずは回帰分析の歴史を紐解きましょう。回帰分析の登場にはルジャンドル、ガウス、ボルトン、ピアソンという4人の学者の貢献がありました。フランスのルジャンドルは回帰分析の代表的な手法である最小二乗法のアイデアを1805年に発表しました。最小二乗法とは観測値と予測値の差である残差二乗和を最小にして回帰係数を推定する方法です。その後最小二乗法を発展させたのがドイツのガウスです。ガウスは惑星の軌道を予測する計算方法として最小二乗法を用いました。ところでガウスは最小二乗法の原理を1794年に初めて発見したと主張しており、ルジャンドルとの間で最小二乗法の発見の主導権をめぐって論争が続いたそうです。19世紀末、イギリスでは高い身長の両親のもとに生まれた子供は両親の遺伝子を引き継いで高い身長になると考えられていました。これをダーウィンのいとこであったイギリスの遺伝学者フランシス・ボルトンが統計学的に分析しました。実際に調査してみるとこの予想通りではなかったということが判明しました。1886年、ボルトンは親と成人した子供の身長の関係についてのデータを論文で発表しました。論文に書かれている親の身長と子供の身長の相関図です。データは930人の成人した子供とそれぞれの親子関係、合計205人の身長で構成されていました。親の身長の平均に対して子供の身長の平均値を確認しました。ボルトンは男性は女性よりも 8% 背が高いとして女性の身長に係数 1.08 をかけています。赤い線は親の身長の平均の回帰直線です。青い線はそれらの親から生まれた子供の平均の回帰直線です。そこで分かったことは、低い身長の親から生まれる子供はそれよりも少し高い身長となる傾向があること。高い身長の親から生まれる子供はそれよりも少し低い身長となる傾向があることでした。特に親の身長が平均から離れていてとても高いまたはとても低いほどこの傾向が強く見られました。ボルトンはこの現象を凡庸への回帰 Regression towards mediocrity と言い、回帰という言葉が初めて分析の中で使われるようになりました。ところでボルトンといえばボルトンモードで有名です。ボルトンモードに関しては木津の明かりの分かりみ統計学ボルトンモード二項分布と正規分布を参考にしてください。初めて回帰分析を学んだ時、なぜ回帰というのかしらと思いました。この回帰という名前はもともとボルトンの凡庸への回帰、親子の身長の平均への回帰という現象を説明する手法として導入されたのですが、歴史の中で応用を繰り返すうちに使われ方が変化していきました。そして回帰という名前だけが残ってしまったんだね。わかりみサイエンス、チャンネル登録よろしくお願いします。またお会いしましょう。